東京リベンジャーズラジオ。皆さんこんにちは。そして明けましておめでとうございます。テレビアニメ東京リベンジャーズ、花垣武道役の新勇気です。この番組は現在絶賛放送中、テレビアニメ東京リベンジャーズ聖夜決戦編の魅力を余すところなくお伝えしていくラジオ番組となっております。2023年一発目の東京リベンジャーズラジオです。よろしくお願いします。いよいよ待ちに待った聖夜決戦編の放送が始まりました。皆さん見ていただいてますでしょうか。見ていただいてる、ありがとうございます。今年は通り部でさらにさらに一緒に盛り上がっていけたらなと思います。それでは早速なんですが、1月のマンスリーパーソナリティの方に登場していただきましょう。この方です。皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。芝八冠役の畑中佑です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来てくれました。来たぜ、明けましておめでとう。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に、はい、なんかあれだね、はい、なんかこうやって、はい、二人で話すの、はい、二人でなくない？ないですね。ないよね。 なかなかなかったですね。本当だよね、はい、なんか差し飲みもしたことなくない？別に差し飲みもしたことないです ね。俺さ、はい、ちょっと聞きたいんだけどさ。聞いてください。俺のこと避けてる？お、いやいや、おい今の避けてる間だろ。いやお前今の避けてる間だよな。避けてませんよ。いや本当に本当に、あの年齢は、うん、今おいくつですか？28。僕も今28です。同い年ね。同い年ですね。え、1個そっちの方が早い、ね、年代としては多分1個上かもしれないですけど、うん、もうすぐ29になるでしょ。はい、そうだから、ちょっと意識してたというか。意識してた。いやだってリベンジャーズ始まった時もさ、はい、なんかさちょっとうっすらぼんやりさ、だからその駅とかでさ、はい、だから別れるときに、はい、飲みたいよねみたいな、はい、飲みたいよね言ってくださいましたね。そう、あ、じゃあ、改めて。そう、でもさその時にさ、はい、あ、飲みたいっすね、じゃあ俺トイレ行ってきますってトイレ行っちゃったじゃん。あ、それは、うん、その時飲みたかったんですか？そう、あ、すいませんでした。そう、前もおっしゃってね、いただいてましたけど。そうそうそう、でも俺3回ぐらいチャレンジしてるから。それそんなに？みんなで帰ってる時も、はい、なんかこのメンバーで飲めたらいいよねいつかねって言ったら、そうですね、いつか飲めたらいいっすねって、はい、別れた、はい、電車別の方向だったから。そうですね。そう、いや全く避けてませんよ。いや僕だって飲みたいです。飲みたいです。まあ、ご飯行きたいですね。本当に？本当に。まあ、ただ行ったな。いや行ってますし、前から行ってますし行ってますし、イベントでも行ってますし。で実際、うん、1回企画しようとしたじゃないですか。あ、したね、した、はい、それはした。それもちょっと僕の体調的に休まなければいけなかった。ほんと、もう申し訳ない。バッドタイミングだったね、あれはね。バッドタイミング、いろいろこう精査して、うん、あ、じゃあこの辺ならいけるんじゃないかっていうので、ね、やったところにバッチシ、うん、このご時世の猛威、ね、猛威を振るわれてしまって。あったね、はい、申し訳ない。それしょうがないね、もうね。申し訳ないっていう、うん、でもやっぱそこなんですよね。その当日急に行くっていうのをもう数年してなくて。してましたか？俺は、でも確かに最近はなかった。そうですよね、最近はなかったけど、ほらリベンジャーズのアフレコってさ、なんかちょっとすごい胸が熱くなるじゃん。なんかめちゃくちゃ熱くなります。熱くなるよね、はい、なんかその感じでさ、はい、その感じで行きたくなっちゃう。気をつけるから、お互い気をつけるから、なんとかならんかねみたいなタイミングでは、なんかがあった。だからすごい勝手な片思いをしてて、だからもう、いやなんか行くならちゃんとその勢いじゃなくて、ちゃんとこう少人数で大丈夫そうな安全を期して行くっていう風に思っちゃってたので、腹はなんかそういう時にね、なんかこうがっつりちゃんとね、そう行くぞっていうタイミングで、ね、そうなんです。はあ、そうですか。だから避け、なんですか。なるほどね。いや、そうだよね。避けてなんかいないんですよ。避けてないんだよね。ただ3回もお誘い受けてたっていうのを気づかずに本当に申し訳ありません。それは、ね、すいません、トイレ行きたかったり。トイレに行きたくなっちゃってたり。そうだよね。もうなんならちょっと燃え尽きてるまであったかもしれない、ね、そうだよね。トイレでちょっと座ってちょっと落ち着きたい時もあるよね、確かにね。そう、それぐらい燃え尽きてるアフレコだと。アフレコしょうがない。アフレコ燃え尽きちゃうところは。しょうがない。よかった。なんかだから避けてはないです。そっか。なんかもう本当にLINE を送る前のなんかこのなんだ、送ってもいいのかな、どうなのかなみたいな、なんかちょっとその、はい、なんか淡い感じが俺ずっと続いてたからな。はい。よかった。本当に。いやもう送ってください。いや絶対今年こそ、いや今年のなんなら本当に近いうちに、うん、本当に半年以内、3ヶ月以内、3ヶ月、うわ、今3ヶ月以内には、本当に行きましょうよ。わかんない、まあ OK、 わか
分かってください。行きましょう。 OK、 それでは改めて1月の通り部ラジオですよ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは始めてまいりましょう。東京リベンジャーズラジオ、よろしく。東京リベンジャーズラジオ、さて15回目の東京リベンジャーズラジオですが、ハッカー役の畑中タスクさんと一緒にお届けしていきます。よろしくお願いします。改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはタスクさんにですね、東京リベンジャーズについてお話聞いちゃおうかなって思います。わ、これは何、真面目な感じ。真面目じゃないこととかありますか。いや、分かんない。聞いて真面目に語るのね、リベンジャーズをね。もちろん、あの、好きに語っていただいて構いませんよ。もちろん別に真面目だけが東京リベンジャーズじゃないですし。いや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 、あの、でも、はい、まあだからそのオーディションの時に、はい、だからやっぱりちょっとやっぱ俺漫画をあんまり読まないタイプだから、もともとだからやっぱ原作をちゃんと知っておかなきゃいけないなと思って読んだのよ、はい、読んじゃったのよ。読んじゃったら、はい、なんかさ、大体さ、まあ、オーディションの時とかでも、はい、大体まあ一巻でちょっと自分の中で区切りをつけられんのよ。一回読んだわって、はい、だからもうこれ以上読んだら、はい、もうその作品のこと好きになっちゃうから、はい、好きになったらもう落ちた時ショックじゃん。いや、そうですね、すっごいショックでしょ。だから、ね、せめて3巻まで、はい、ギリ3巻まで、もうこれ以上いくと好きになっちゃうっていうところまでで止めとくのよ。はい、分かる気がしますね。でしょ、はい、リベンジャーズは無理だった。いや、そうですね、リベンジャーズだけはね本当に面白くて、はい、マジで本当にこの、なんだ、聖夜結成編終わるぐらいまで読んじゃったのよね、オーディションの前に、うん、その時だから出てる最大ぐらいじゃないですか、ほとんど。そう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 、そうですね、出てる最大ぐらいまで読んで、もうたまらなくて、気もなんか、でそれで、はい、本気で、はい、もうこれは、はい、オーディション、うわ受かりたいって言ってゴリゴリ落ちたの。最初はね、はいはい、でもう本当にショックで、はい、でもなんかそれぐらいもうちょっと好きになっちゃってたから、あ、もうどうしよう、もう どうすればいいんだ、僕はこの先どうしていけばいいんだみたいな感じに落ちてた時に、はい、そう、八海役でっていう連絡をいただいて、はい、なんかなんとか命を取り留めたんだけど。八海としてのオーディションはあったんですか。八海のオーディションなかった。あ、そうなんですね。八海は八海で来た。あ、それもすごいですね。そう、でもなんか聖夜結成編だから、その、はい、ギリそのなんだ、読んでる時にさ、はい、読んだ時になんかちょっとなんだろうな、聖夜結成編結構割と複雑じゃん。そうですね、なんて言えばいいんだろうね、はい、なんかいろいろ複雑なのよ。いろいろ複雑ですね。これからあなたたち複雑なこと待ってるんですよ、あの見てくださってる皆さん、はい、そう、だからちょっとそれを読んだ時にちょっと自分としても、はい、それなんだろうな、この聖夜結成編にどう向き合っていいの、はい、行けばいいのかなみたいな、だからそういう感じだったから、ちょっと一番難しいとこ来たなと思ったけど、はい、その八海役はすごい嬉しかった。でもその時にはもう血のハロウィン編までだと、まあ、登場シーンとしては結構少なかったじゃないですか。そうだね、でもずっとこう溜め込んでその気持ちを、そうだね、うん、ようやく解放できるっていうのが聖夜結成編ですかね。まあそうだね、だってその時まで、そのまではぶっちゃけその八海もだからその、まあ、だからがっつり喋るのってさ、中華料理屋のシーンじゃん、はい、だからもう子さんはよう、そう、子さんはよう、あのくちゃ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 汚い食べ方を、そう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 、だからそれまではちょっとやっぱりまだ八海のさ、うん、そこは固まらないわけじゃん。そうですね、どういうやつなのかなっていうのは分かんない、見てる人にも伝わらまだ伝わらない、俺もモヤモヤするしね、確かにね、そうですね、まだ喋れてないから、だってくちゃくちゃ言ってるだけだから、そうくちゃくちゃ食ってたから。しかもあの時の八海はまた聖夜結成編のね、ようやく出てきましたけど、八海とはまたちょっと全然違う、まだね若い頃ですし。そうなのよね、だからまあちょっとね、そのだから聖夜結成編にまあ、挑むまで、だからこのアフレコが始まるまではもう本当にもうずっと緊張してたけど、でもそうだからまあこの聖夜結成編にやっと今なんか挑んでるわけだからさ、なんか それはすごいね、今やっと八海のことがなんか身近になったというか。そんなタスクさんから見て、八海はもうタスクさんなりの八海はどういう風にキャラクターを捉えてるんですか。いやもうね、なんて言えばいいんだろうな、八海はね、いや俺の中でも超繊細なやつです、
まあ、繊細確かに繊細でも繊細って言葉で片付けちゃいけないんだけれども、うん、これむっちゃ真面目な話じゃんそうですよ逆に不安になっちゃうんだけれどもでもね本当にはっかいくんはですねそうせざるを得なかったというかなんだろうな繊細に育たざるを得なかったたんですよね、うん、なんて言えばいいんだろうな、まあそうですね、もうちょっといろんなこれもうあれがあるからちょっといろんなあれがあるからネタバレがあるからネタバレがあるから言えないんですけど、うんはい、傷があるのよ、うん、どういう傷なのか分かんないけど、ね、傷があるのよ、はい、その傷は、はい、絶対掘り下げなきゃいけないところだなと思ったから、はい、だからそこを掘り下げていけば掘り下げていくほど、うん、うわ彼はすごく揺れているんだなっていうのが分かってだ、はい、からちょっとすごく繊細に演じないといけないキャラだなと思った。なるほど。本当に。那須さんから見て僕じゃ竹道はどうでした？竹道はさ、はい、いやもう俺はねやっぱり僕正直一番竹道で惚れたのが、はい、神社のシーンなのよ。はい、神社？ほらどこの神社？神社でさぐるぐる巻きにされてさあはいはいす巻きにされて。ひなが助けに来てさ、はい、もうたまらなくもうだから。もう見られたくねえんだよそうところそう、はい、あの弱さをさ、はい、さらけどうしてもさらけ出しちゃうじゃん、はい、でもそこから彼は前に進んでいくじゃん そ, うです、ね、それがすごく好きでだからそうね竹道はもう俺の中でももう本当それはヒーローなのよ、はい、なんかそうやっぱなんかこうちょっと泥だらけになりながらも立ち上がる感じがヒーローなのよすごく俺の中でいやそこが魅力ですよね竹道の本当にマジでだから竹道はだからそうだね聖夜決戦編でもさ、はい、ヒーローなのよ俺の中ではっていう感じで、ね、ヒーローです彼は結果言いたいことはヒーローなんだけど、はい、何回言うのお前っていう感じだけどヒーローっていやまあまあでもヒーロー覚えておいてほしいですね視聴者の方々にも達也さんがそう言ってたってことを覚えてもらって見ていてそうだね本当にそれはどんな時でも立ち上がる竹道だって信じて見てほしいですよねうん、いや確かにあのシーンはすごいかっこいい竹道の魅力だなって思ってましたそうそうそうお芝居させていただきながらむちゃむちゃかっこよかった ありがとうございますって感じですね、はい、それではここからはですねリスナーの皆さんからいただいたメールを紹介していきたいと思います、ペンネームルルルさんありがとうございますありがとうアニメ25話は衝撃的なシーンが多かったですねカズトラ君に連れられて直人君に会ったシーンでいきなり捕まってしまうところなんてすごくヒヤッとしましたしかも竹道くんが幹部になっていて間接的にとはいえヒナを殺めてしまったのが竹道ということが分かったのはなかなか来るものがありましたね、うん、ヒナやマイキーを救うことはできるのかこれからの展開に期待ですといただいておりますなるほどね捕まっちゃうところは本当に原作読んでてもえぇ、ー、ってなりましたけどねそうだね、うん、というかだからあの時のアフレコこれイベントでも言ったかもしれないけどさ、はい、見学してたじゃん、はい、見学してたんですよブースの外で、はい、見ていただいてましたね、うん、もう本当にねだからあの映像を見させられるシーンあるじゃん、はい、あそこでむっちゃ叫んでんじゃん、はい、で現実の今世界でも叫んでるじゃん叫んでます、ね、叫びっぱなしだったじゃん叫びっぱなしでしたもう本当になんだろうなリベンジャーズの洗礼を受けなんか聞いててこっちが声枯れる感じいやーなるほどなんかすごい洗礼を受けた感じがあってなんかもう衝撃的だったあれは確かに聖夜決戦第初回の回激ヤバだったね今までの東京リベンジャーズ の波というか、うん、その見てる人の心を揺さぶるのかギュッてしてるようなそうだね感じでしたよねすごかったなんかちょっとそのだからその刑務所のシーンの、はい、あの感情のジェットコースター感の落差とかも見ててこっちも胸詰まっていや本当にちょっとアフレコ見てるだけで体力消耗したねあれは、うん、いやまあもうなんかこう考えうる絶望を超えてくる絶望をこうそう、ね、与えてくるというか竹道自分が殺めたっていうそうなんよねもう想像もつかないぐらいだなっていうそれもちょっとなんだろうな、うん、パニックってしまうパニック、うん、いやあれさだからあの時はさもうさ後先考えずにやるわけじゃんリベンジャーズのアフレコはさそうですね何も考えてないですリベンジャーズのことしか、ね、大丈夫声枯れないいやもう純粋にいやなんかさ同じさ同じっていうのもあれだけどさ、はい、ちょっとガラガラタイプじゃん僕そうですねガラガラタイプですね、うん、どっちかというと声ガラガラタイプじゃん、はい、いや声でも枯れますよだろう、はい、そうだよね枯れます枯れますあれやばいもんだって血管切れんじゃねえかってくらい叫んでたじゃん、うん
でも なんかでもやっぱり東京リベンジャーズを経て、竹道を経て、喉ちょっと強くなった気もしてます。まあそうだよね、あれを超えてきたらね、ちょっとでもそれでもちょっとなんかやっぱ間近で感じるあの生の叫びは半端なかったっすわ。いやいつもでも本当にケア、その後にあの龍角散だとか、あいっぱいあのミルク系の飲み物だとか、それで治るんだったらいいよ。いや、まあ、ギリギリ保ててますね。いいよ、素晴らしい。で本当に徐々に回復していって、徐々に回復しよう、続いてのお便りいただきます、マイキー大好きことなさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12月24日の聖夜結成編のイベントお疲れ様でした。お疲れ様です。最速でアニメが見れて幸せでした、いやー竹道生きててよかったです。はい、本当に前回の終わり方だと生きているかもわからなかったので、もしかしたら主人公が変わってしまうのではないかとヒヤヒヤしました。過去笑い、いろいろかっこいいシーン、泣けるシーンがありましたが、それを大迫力の大画面で見れたことを幸せに思います。イベントも新キャストの杉田さん含め通常運転のツッコミ不在で楽しかったです、そして大好きな東漫メンバーにまた会えたことに感謝です、漫画は終わってしまいましたが、アニメも最後まで楽しませてもらいますね、みんな大好き、応援してます。顔文字ギュッ。あー嬉しい、ありがとうございます。イベントのこと思い出した。いやイベントすごかったね。そうずっとやっぱネタバレがでしないようにっていうのを東京リベンジャーズ特に気をつけてる中で、気をつけてたんだよね。だからずっと生きてるか生きてないか分かんない状況で。そうです。どんな心境だよそれって感じだよね。なんてとこで終わってくれるんだろう。本当そうだよ、もう俺も思ったもん、見てて、うわマジかここで終わんのって思ったからね。でこの聖夜結成編のこの意気込みとかって言われて、生きてたらいいですっていうそれしか言えないです。微妙なところだね、話せないからね。ようやく PV とかが出始めたりして、あ生きてるかも、どうやら生きてるっぽいぞっていう回想じゃなければなっていう、で今もうこれで放送されたからようやく生きてるって言えるから、ね、まさかのカズトラくんが助けてくれたと。はい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 、まあだから本当にそれがちゃんと話せるようになってよかったイベントだけど、よかったですね。あれさ、はい、イベントさ、はい、俺さ、はい、しんくんがツッコミだって聞いてたからさ、はい、なんかもう全然大丈夫ですよみたいな感じだったんだけど、はい、しんくんボケてなかったな。僕ボケてましたかね。ボケてたよねいやだからそう、あのさ、ごめんなさい、正直ボケてたつもりはないんですよ。あれないのか、はい、むちゃむちゃ罪だねすごいね。じゃあボケてたつもりはないんです。あそうなの、はい、楽しい話にただ話したかっただけなんですただ僕も言いたかっただけなんです。いやマジさ、別にボケだと思って言ってたわけではない。林優さんだけでもさ化け物じゃん。化け物です、ね、化け物だからさ、もう天然化け物じゃん、はい、だからもうさ、はい、だそこに杉田さんというもう本物来るじゃん本物いらっしゃいますね。そうでかでもさもういろんな人がさ、はい、ボケ乱れてる中でそうしんくんが突っ込んでくれるからっていう。逆に僕はタスクさんが突っ込んでくれてたので。いやいや違う、でも今のメールでもさ、はい、言ってたじゃんボケ不在って。だから俺は叫んでただけなのよ。ああ突っ込み不在ですね。突っ込み不在だ、突っ込み不在だ、逆だ逆だ。それにも突っ込んで、ごめん、もうそれにも突っ込んで、いろいろややこしいけど、ぐるぐるそれにも突っ込んでお願いだから本当に。いや突っ込みって難しいですねなんだよそれ、なんだよその使命。まずだって間違えてることに気がつかなきゃいけない。気がつかなきゃいけないから、そう 気がつかないまま叫んでるから。必死、ジャンル必死なんですね。ジャンル必死だから、ジャンル必死だから。そうだから、そう、スタッフさん的には一番扱い難しいかもしれないの、必死だから。いや僕もできることなら突っ込んでいきたいんですよ、どんどん。そうだよね、はい、うん、だこの間のイベントちょっとなんか楽しくなっちゃいましたねで杉田さんの一番遠かったので。遠かったね、タスクさんにお任せした感じなってだよ隣だからって任せるとかそういう場合でも杉田さんやっぱり僕が気づいて突っ込む前にもうタスクさんが突っ込んでるんですよ。いやいや突っ込んでる、叫んでたんです。いや違う違う、そこに俺の突っ込みができてなくて、はい、杉田さんがさらにそこに突っ込んでたから。あそうか、もうそう、そうですね、すごい入り乱れてたから。入り乱れてましたね。でこっちはこっちでユウさんがなんかまた違うボケを言ったり、カリノさんがなんか言ったり、やばかった。カリノさんすごかったね。カリノさんすごかったですね。カリノさんは常にすごいんだね。もうカリノさんはもう常にすごいですみんなそれぞれ違った凄さをしかもちゃんと親父ギャグ言うんだね。そうなんです、カリノさん。そう、はい、ちょっとひねった親父ギャグとかも言ったり。震えたうわすげえ、久々に聞いた、その久々なんか本物の親父ギャグって思ってちょっと寒さを感じる。いやいや寒くない、寒くない。いやもう汗ダラダラで逆に受け止めた。いやいいイベントでした、本当に楽しかった。ツッコミは頑張ります。よろしくお願いします。皆さんメールありがとうございました。
番組では皆さんからのメールをお待ちしています。アニメやラジオの感想他に何でも構いません。じゃんじゃん送ってきてください。東京リベンジャーズラジオ、ここからはコーナーをやっていきましょう。人生のリベンジ。私、はい、シンが演じます竹道は昔恋人だった日向を救うため、そして逃げ続けた自分を変えるためタイムリープを繰り返しています、うん、そこでこのコーナーはリスナーの皆さんから、もしタイムリープできるならいつの自分に戻ってどう人生をやり直したいのかを教えてもらうコーナーです。このコーナーはですね、あの前から東リベラジオが復活する前からずっとやっていたコーナーとなっております。で、タスクさん、何、いつの自分に戻ってどうやり直したいかってありますか？あのね、これね、はい、本当に直近なんだけど、直近マジ直近なんだけど、はい、このラジオの収録が、はい、始まる前に戻って、はい、トイレ行きたい。じゃあ今めっちゃ行きたい。今めっちゃ行きたい。今めちゃめちゃ行きたい。これね、はい、そんなバカなって思うでしょ、はい、今ね、本当ちょっと力んだら、はい、マジでゴールするぐらいちゃんと行きたい、はい、今。じゃあ今の直前のまでなぜ行かなかったんですか？なんだろうな、ちょっとね、楽しくなっちゃった。その状況に、そう、スタッフさんもね、はい、だいぶ顔なじみの人たちだしね、はい、楽しくなっちゃった。楽しくなっちゃった。そのトークに花咲かせてたら、はい、いつの間にブースの中入ってた。あ、なるほど。そうで、このままスタートしてるんだけど、はいはい、本当に今すっごい多分ね、予想以上に行きたすぎて痛くなるときない？あー、もう破裂寸前今それ。あー、それどうします？でもね、なんかね、痛くなってくると逆になんか行け、なんか逆にこれは耐えられそうなんだよね、はい、なんかその前の方が やばい。痛くなる前の方がやばくて。ずっと何の話をしてるんだ。いや行ってくれ。いやトイレは行ってくれ。絶対行かない。絶対行かない。絶対行かない。こうなったら行かない。絶対行くなよ。おい、行かねえよ。おう、出せ。いや出さない。ここでは出さないけど、出せ。それはもう人の尊厳じゃん、もうもはや。そうだけど、さすがに俺ラジオやりながらはない。じゃあ、うん、貫いていただいて。貫くよ。我慢してください。そうだ、リベンジャーズのみんな貫いてんだろ、そうですよ。おう、それではリスナーの皆さんからのメールを紹介していきます。 OK。 ペンネームしらすさん、ありがとうございます。ありがとうございます。学生時代めちゃくちゃ好きな子がクラスにいました。もう同じ部活だったこともあり、テスト前に一緒に勉強したり、お昼を一緒に食べたり、結構仲が良かったんです。うん。相手に彼氏がいないことも知っていたのですが、なかなか思いを伝えられずにいました、うん、ある時事態が急変しました。僕のクラスでは席替えはじゃんけんで勝った順に決められるのですが、じゃんけんに負けてしまい、その子の隣に別の子が座り、2週間後にはその子と付き合っていました。マジ早っ。じゃんけんで勝っていたら、もしかしたらあの時じゃんけんでパーを出せとアドバイスをしたいです。すごっ。すごい。手が早いっていうのもあれだけど、いやこれは、うん、早くない？2週間か、うん、もう2週間で付き合うんだったら、もう結構あれなんじゃないの、なんか良かったの説、うん、だから知らないだけで、しらすさんが しらすさんの影で、うん、こそこそやってたんじゃない？隣の何こそこそ、だからそういう戦略立ててやってたんじゃないの、何かしらを、うん、じゃあさらにもっと前に戻って、ちゃんと告白するとか、仲良かったっていう時にも先に気持ちを伝える方がいいですよね。じゃんけんより前に。いやでもやっぱりでもちょっと温めないと、だから温めないと。2人のその、あ、そうか、なんだ、なんて言えばいいの、いやちょっと言語が出てこないな、チチクリ合い、チチクリ合いじゃないな、チチクリ合いじゃないね、なんて言えばいいの、なんか そういうやつ、それなんかイチャイチャするイチャイチャ、なんかそのなんか、好きなのどうなのみたいな、うん、メールの一番下とかにさ、なんかこう自分の好きな人書くからみたいな、むっちゃスクロールしないと出てこないみたいなさ、そういうやつ、メールじゃねえか今の時代。いや、まあでもどうなんですかね、この白さんの時代はどうだったんですかね、わ、うん、かんないけど、メールか、うん、若い子でしょだって、うん、でもなんかそういうなんだ、言語が出るけど、チクリ合いを経て、チクリ合いじゃないなって、を経て、なんかそういう風になんかちょっと温まってきて、2週間でゴールみたいな感じだからさ、じゃあやっぱりパーを出して席一緒の隣になってから、2週間でどうにかなったと。そうね、どうかな、前に、だから俺の計画では、その前にそのツンツンし合って2週間でその一気にゴールまで進んでいくか、だからこのツン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 し合う期間は必要だから、うん、もうこの前ですよ、このジャンケンの前、このジャンケンの前、完全に前、もうそこの時点で白澤は負けてた。お、
もう負けてました。負けてました。白洲さんじゃあどうしたらいいんですか。え、タスクさん、白洲さんはどうしたらよかったんですか。どこにタイムリープすればいいですか。いやもうだからもうそのクラス替えでもうだから4月だよ。4月からだよ。4月からだって。4月からだよ。4月からだって。4月からもうツンツンし合うべきだったんだよ。もっともっと前から、もっとなんかこう、好きなのどうなのみたいなのを、何何何、そうそう、やっとくべきだったんだよ。やっとくべきだった。そう、もうちょっとくすぐり合いを、くすぐり合いを、いいね、たまんね、くすぐり合い、たまんね結果くすぐり合いをもっとしとくべきだった。そう、もっとしとくべきでしたね。じゃんけんもなんならパーも出して、あ、そうそうそう、2週間で決めると、決める、はい、ダメでした白洲さん、はい、残念残念残念って次続いてのお便りいきます。いきましょう。ペンネーム辛いものが好きさん、ありがとうございます。ありがとうございます。僕は修学旅行の前々日の日にタイムリープしたいです。実は僕は修学旅行の前日にお腹を壊してしまったので修学旅行に行けませんでした。うん、前々日に親戚が送ってくれた牡蠣を食べたのですが、絶対あれが原因で高熱が出たと思うんですよね。もしあの日に戻れるなら全力で牡蠣を食べる僕を止めたいです。なるほど。修学旅行の話になるとみんなが気を使ってくれるあの感じが心苦しかったです。むっちゃいい人たちだね周りね。そうですね、逆に嫌だね。だからね、人気を使ってくれる友達は素敵。いじってくれって思わないでもなんか、いっそお前牡蠣てそう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 、お腹下して、それでも来いよみたいな、ね、タイミング悪いなっていう、じゃなくて、あ、あ、修学旅行、あ、ね、まあ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 、うわ、やだ、大人に囲まれてるのやだやだな、はっきり言ってくれよ、いっそって感じだね。いや、牡蠣はね、どうしてもね、当たっちゃうとき当たっちゃうって言いますからね。え、何？生で行った、生で行ったか。生じゃないですか、うん、送ってくれた牡蠣、親戚が送ってくれた牡蠣ですからね、きっとなんかちょっと美味しい牡蠣だ、美味しかったと思うんですよ。なあ、うん、え、焼けばなんとかなんの。焼けばなんとかなんの。あれは焼けば なんとかなります。ちゃんと火を通せばなんとかなる確率は上がるはずですけどね。でも縮むよね牡蠣ってね。縮みますし、焼きすぎるとやっぱり生牡蠣がうまい。うわーねー、生牡蠣好きよ俺も。でも縮ませよ、じゃあ焼いて、もう本当にもうみちび第一関節、人差し指第一関節ぐらい縮んだ牡蠣食べよしょうがないそんなに縮む。縮むよ。片栗粉つけるといいですよ。そうなの。はい。なんでなんか縮みにくくなる。縮みにくくなるの、はい、じゃあ片栗粉もうベロベロにまぶして、ベロベロバフバフにまぶして、そう、焼きまくれ、うん、マジで焼きまくれ。茹でろ、鍋にしろ鍋にすればいい。鍋でええやん。鍋でいい。そう、ちゃんとグツグツにね、グツグツに。もういけるかなはダメだから。え、何が。もういけるかなはダメだから。そうだな、まだいけねえな。そうだから、やっぱり人差し指だよ人差し指の第一関節ぐらいまでにならないとダメだ。牡蠣が、牡蠣はそれくらいにしてこれからも食べてください。そう、本当に牡蠣はもう本当にそれくらい焼いて煮ろ。だだ、修学旅行に行ってらっしゃい、行けはい、お時間が来たのでメールはここまでです。いいのかこんな適当で。人生のリベンジでした。東京リベンジャーズラジオ、東京リベンジャーズ告知。ここからは東京リベンジャーズに関する情報をお伝えしていきます。まずは放送情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズ聖夜決戦編は MBS テレビ東京 ATX 他で放送中です。その他の放送局でも順次放送中ですので、ぜひご覧ください。さらにテレビアニメ東京リベンジャーズ聖夜決戦編はディズニープラスで独占配信中です。そちらもぜひチェックを。続いて音楽情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズ聖夜決戦編オープニング主題歌、オフィシャルヒゲダンディズムホワイトノイズが配信中です。ノンクレジットオープニングもアニメ公式 YouTube にて公開中ですので、ぜひご覧ください。続いてブルーレイ& DVD 情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズ聖夜決戦編ブルーレイ& DVD が発売決定となりました。第1巻は3月15日発売です。特典としてオリジナルラジオ CD、デジパック&三宝瀬ケース、6月18日開催の東京卍会結成記念イベントチケット、昼の部優先申し込み券が封入。映像特典はノンクレジットオープニング&エンディングです。詳細は公式サイトをご確認ください。続いてイベント情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズ聖夜決戦編ブルーレイ &DVD 第1巻の発売を記念して、2023年4月23日にリリースイベントを開催いたします。出演は花垣武道役のしんくんと、芝八海役の僕畑中となります。詳細はアニメ公式サイトやツイッターをご確認ください。続いて SNS 情報です。
1月1日よりテレビアニメ東京リベンジャーズ公式 TikTok を開設しました。おお、ここでしか見られない動画など今後いろいろな動画を投稿予定です。ぜひフォローよろしくお願いいたします。お願いします。続いて原作情報です。東京リベンジャーズは現在第30巻まで発売中です。そして1月17日に最終巻となる第31巻が発売となります。さらに本編をフルカラー化した極彩色東京リベンジャーズブリリアントフルカラーエディションの1巻2巻も同日発売となります。以後毎月刊行されていきます。ぜひチェックお願いいたします。以上東京リベンジャーズ告知でした。東京リベンジャーズラジオ、お送りしてきました東京リベンジャーズラジオエンディングのお時間です。タスクさん、どうした、大丈夫ですか。なんだよ大丈夫ですかはないだろうお前。大丈夫でしたか。大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ。第15回も楽しかったですね。そうですね、よかったです。何の確認だよ楽しかったよ、楽しかったよ。何だこれ番組ではなんだこれ、はい、皆さんからのメールをお待ちしています、はい、アニメやラジオの感想各コーナーまでメールを送ってください、はい、メールは番組サイトの、投稿フォームから簡単に送ることができます、はい、もし直接送る場合メールアドレスはすべて小文字でトーマンアットマーク温泉ドット AG、 トーマンアットマーク温泉ドット AG です。さてこのラジオは隔週土曜日に配信しています。次回配信日は2週間後の1月28日土曜日、1月28日土曜日です。次回もタスクさんがマンスリーパーソナリティです。皆さんぜひ聞いてください。さらにこの番組ですが温泉プレミアムで限定のおまけトークを聞くことができます。皆さんぜひ温泉プレミアムに登録しておまけトークもチェックしてください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで東京リベンジャーズラジオはここまで、うん、お相手は花垣武道役新勇気と芝八海役畑中タスクでした。それじゃあ解散。